ですか？今ありがとう。いや嬉しい。そうですね、私も、今すごく幸せだし、あと、食べてる時も幸せだし、
豚まん美味しかった。昨日差し入れいただいてどうもありがとうございました。大阪に豚まん美味しいところがあるんですけど、その豚まん食べてる時も幸せでした。あとマックファミスタやってる時もちょっと負けてる時は幸せじゃないんだけどもですも幸せだし、あとでもやっぱり一番幸せだなと思うのはレコーディングのスタジオ入って、レコーディングしてる時が一番幸せだなって、感じるんですけども、8月にあの川口湖と山中湖でレコーディングしてきたんですけども、やっぱりなんかレコーディングはつくづくなんか幸せだなって感じました。だからそんなそういう気持ちを音楽に託して、皆さんに素敵な曲をこれからも届けていきたいなと思って頑張ります。